一番印象に残ってるのって何ですか？スターの似顔絵をするあのレッドカーペットのところとか行ってヘイヘイっつって書いたんだよ、サインくれよっていう人。僕が印象に残ったのはそうだよ。続いてやってきたのはスターの似顔絵を描いてはサインをもらっていたランディさん。当時160枚以上のスターの絵の中で120枚は本人から直筆のサインをもらっていましたが、そんなランディさんのその後を訪ねました。Hi Randy, good to see you. Have you been? I've been great, thanks. How are you? How many premieres did you go so far? 地熱の取材後は多分6回ぐらいかな。6?その中にはあのドリューバリモアも自ら描いた彼女の肖像画を掲げ熱烈アピール。これが功を奏して見事直筆サインをゲット。リビングを飾る自慢のコレクションになりました。これはジョン・マルコビッチなんだけど15年前に描いたのなんだ。ジョン・マルコビッチの絵はとっくの昔にできていたのに、何度プレミアに足を運んでもサインがもらえずじまい。でもついにその瞬間が。15年内の悲願を達成しました。So Randy, what are you working on right now? びっくりするよ。Right. Oh my God, she's beautiful. この後はランディさんの最新作がスタジオに。そこに描かれていたのは。So Randy, what are you doing?painted a surprise for you. Right. Oh my God. Randy さんの最新の肖像画は一体誰なんでしょう？この後スタジオで。魅力的な女性です。自分で見る。まだこうやってまだ見ちゃないです。この知ってもらって。誰？綺麗ですね。誰見たい。Can I see？ どうぞ見てください。Is that me？ 私？そうです。おおすごい。メロディーですよ。これは出た。これだ。なんか顔色悪くない？やばい、ゾンビみたいな色になってっけど。すごい、ありがとうランディ、Thank you。ランディさんありがとう。ありがとう、超最高。これじゃあやっぱりランディさんといえば、うん、スターの方を書いてサインをもらって飾るっていうことですから、僕らもサインを書いて送り返しましょう、これ。オッケー。送り返しますね。新熱さん見てね。新熱さん見てね。ありがとう。送料時間かかってますよ、こんな。確かにそうですよね。結構なデカさですしね。木に貼ってあるんで。なるほど。じゃあ送り返さないかもしれないです。